先生、今日もおすすめの本を教えてよ。ふむ、そしたら今回は太宰治の短編集キリギリスから竹剣団という作品を紹介しよう。早速あらすじを話していくぞ。私は犬については自信がある。いつの日か必ず食いつかれるであろうという自信である。犬が嫌いだという太宰は冒頭のこの言葉に続けて以下のように語り出す。諸君、犬は猛獣である。あの鋭い牙を見るがよい。ただものではない。いつ何時怒り狂って本性を表すか分かったものではない。犬は必ず鎖に固く縛り付けておくべきである。昨年の晩秋、ついに私の友人が被害を受けた。彼が懐手をしながら道を歩いていると、そばに犬が座っていたらしい。一度は何事もなく通り過ぎたようなのだが、次の瞬間ワンと言って右足に噛みつかれたという。彼は痛む足を引きずりながら病院へ行き治療を受けた。そしてそれから3週間も通院する羽目になったのだそうだ。その友人は今元気に働いているが、もしこれが私だったら噛みついた犬を生かしてはおかないだろう。私は人の何倍も復讐心の強い男なのである。こちらが何もしないのに突然噛みついてくるとは、なんという無礼。到底許せるものではない。そもそも人間が犬を甘やかしているからいけないのだ。友人の災難を聞いて私の犬に対する憎悪感は極点に達した。今年の正月は甲府で家を借りて小説を書き進めていたのだが、この町にはどこへ行っても犬がいる。こんなに犬がうようよいてはとても用心しきれない。できることならすね当てにこて当て兜を身につけて町を歩きたいくらいだ。けれどもそんな姿で外に出るわけにはいかないから、別の手段を取らなければならぬ。私は真面目に真剣に対策を考えた。まずは犬の心理について研究してみる。犬の心理は難しい。言葉が通じないので素振りや表情から読み取るほかない。試しに尻尾の動きを注意して見てみたが、なかなかに複雑で容易に読み取れそうもなかった。私はほとんど絶望した。そうして無能極まる策を考え出した。とにかく犬に出会ったら顔に微笑を浮かべて害のないことをアピールすることにしたのだ。夜は顔が見えないかもしれないから、無邪気に動揺を口ずさんで優しい人間であることを知らせようと努めた。これらの策は多少効果があったような気がする。今のところ犬は私には飛びかかってきていない。策を用いるとき私は泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、これをしないとたちまち噛みつかれるような気がする。だから私はあらゆる犬に哀れな挨拶を試み続けるのであった。例の策を実行しているうちに意外なことが起こった。犬に好かれてしまったのである。奴らは尻尾を振ってぞろぞろ後についてくる。私は地団駄を踏んだ。実に皮肉なことである。あんなに憎んでいた犬たちから好かれてしまうなんて。さてとある早春の一日、私が散歩をしていると例によって 2,3 匹の犬が後からついてきた。私は噛まれやしないかと怯えながらもそ知らぬふりをして歩き続ける。いつもならそうして歩いているうちに犬はみんなどこかへ行ってしまうのだが、その日は違った。真っ黒のみすぼらしい子犬が家までついてきたのである。子犬といっても油断はできない。鋭い牙はすでにきちんと生え揃っているはずだ。もし噛まれでもしたら、あの友人のように3週間も通院する羽目になる。しかし家までついてこられてしまった以上、手荒にすると噛んできそうなので、お菓子でもやってから追い払うことにした。それからというもの、子犬はズーズーしくも私の家に住み着いてしまった。私は仕方なくこの犬をポチと呼んでいるのであるが、半年一緒に住んでも家族とは思えない。いつまでも他人のような気がするのである。みすぼらしかったポチは時が経つにつれてだんだん毛並みも整ってきて一人前の男の犬になった。私が外出をすればポチは必ず後からついてくる。そのうちにポチは隠していた猛獣の本性を表した。喧嘩を好むようになったのである。ポチは私のお供をしている時、顔を合わせる犬に喧嘩を売って歩いた。ただ大きなシェパードにこっぴどくやられてからというもの、ポチは喧嘩を避けるようになったのだった。7月に入り、東京の三鷹に建築中の貸し屋を見つけたので、完成し次第引っ越すことになった。今こそ絶好の機会だ。ポチをこの地に置いて、さっさと汽車に乗って東京へ行ってしまえば、さすがに追いかけてくることはないだろう。私はこの犬を捨てたのではない。全くうっかりして、連れて行くことを忘れたのである。すると、ポチに異変が起きた。ひどい皮膚病にかかって、見るに耐えない姿になってしまったのだ。私は早くポチから逃れたいと思った。しかし、引っ越し先の三鷹の家はなかなか完成しない。ついに私はポチを手にかけることにした。早速妻に牛肉を買ってきてもらい、
自分は薬屋である種の薬品を買い求めてきた。翌朝、私は朝4時に起床、ことをなすためポチを連れて家を出た。するとその道中でポチが大きな犬に襲われる。ポチはその犬の方へくるりと向き直ったが、少し躊躇して私の顔色をうかがった。やれ、あの犬は卑怯だ、思う存分やれ。私の大声を聞いたポチは相手の懐に弾丸のごとく飛び込み、見事に勝利した。その後、私はポチに薬品をかけた牛肉を与えた。これを口にしたら1分も経たないうちに命を落としてしまうだろう。私はポチをその場に置き去りにして猫背になってノロノロと歩き出した。しばらくして後ろを振り返る。ポチがちゃんとついてきていた。薬が効かなかったのだ。そのまま家に帰ってきた私は妻にポチを東京に連れて行くと伝えた。それを聞いた妻はなんだか浮かない顔をしていた。というわけで今回は竹剣弾のあらすじを紹介した。ただここで話したのはあくまでも本の内容の一部に過ぎない。少しでも気になる部分があったのならぜひ実際に本書を読んでみてくれ。うん、僕も早速読んでみるね。ああ先生、今日はどうもありがとう。